さあ続いては写真集の帯コメント選手権。皆さんも写真集ね出されたメンバーもいますと思い、うん、いますと思いますけど。こちらですね。小林の写真集もこちら書いてありますね。小林由依の感情はいい意味でストレートだ。時に鋭角なその感情で描かれた構図は表現者として目を見張るものがある。秋元康。はあ、なかなかこんなこと書けないですもんね。秋元先生がやってることを今日は皆さんにやってもらおうということですね。あれ急にどうしたんですか、写真集見始めて。すごい見てるじゃない。本人目の前にいます。すごい見てるじゃないですか。やだ、なイギリスで何してるんですかあなたは。やめてください。ほんで本人と大体こういう時ね、写真集の方見たりする時って大体水着だったりするじゃないですか、はい、サービスは普通にあのセーラー服のシートだから。イギリスでだいぶ大人になったな。イギリスでセーラー服着て。ぜひ。まだまだ絶賛。ぜひ、はい。